さらに覚えていただきたいと思います。ですから、再臨というのはね、空中再臨と地上再臨ですね。まあ、空中再臨の時はね、敬居する方々しかお会いできませんから、ですから黙示録のところにですね、このユダヤ人の方々がイエス様がね、この空中から降りてこれを見て、この胸を叩いて嘆く、つまり自分たちが迫害した、ね、拒否していた方が本当にキリストであったということをね、分かっているということね、出ておりますけれども、さらにね、見ておいていただきたいと思います。またですね、この砂川義弘兄弟がちょっとこの先週、この脳内出血を起こして今京都病院の方でですね、入院されています。さらに覚えてお祈りしていただきたいと思いますが、お祈りします。愛する天の地の神様、御台心を合わせて砂川兄弟のためにお祈りします。どうかその脳内出血をさらにこの癒してくださり、この完全にこの回復されていくことができますように、守り導いてください。命を守り、本当に自発呼吸をこなすことができますように、またこの中であなたご心が豊かに永遠の命が与えられているこのことが、家族にもまたこの周りの方々にもさらにこの分かるように、あなたの祝福が、あなたの臨在が、あなたの手が豊かに進まれていくことができますように、さらにあなたの御手を期待いたします。イエス様の御名によってお祈りとします。アメン。さらに、ね、覚えてお祈りしていただきたいと思っています。はい、それとともにですね、週報の方に出してありますけれども、つい火曜日ですね、この秋元牧師から連絡が来まして、金曜日、金曜日かな、16日ですね、金曜日に、ね、手術することになりまして、でただね、この一応退院はこの11月中に退院する予定だけども、12月もね、わからないから今のうちにキャンセルしておきますと。今のうちに行ってもキャンセルの、ね、量がかかる初日に、ね、電話が来たんですね。前の日だったらキャンセル料かからなかったんでね、まあでもね、ただ、ね、退院して大丈夫だったら、行きますということで、ですので、さえね、守られてね、ただ、私もそうですけどね、腰の手術やあとね、しばらくはね、歩くのが大変なんですね。まあ、今少しずつ、治ってきてますけども、まあ、これは腰の方もそうですけど、その下に、ね、脊柱管があるということが分かってね、そっちの方が、ね、しびれて、くるというね、まあ、秋元牧師と同じ症状が今出てきてるんですけども、まあ、でもですね、まあ癒されてね、回復していくことができるように、それね、覚えてお祈りください。また、ね、ブログに出すかなと思ったら、ご自分のことはブログに出さないんですね。私は毎日食事を出してましたけども、それね、覚えてお祈りしていただきたいと思います。さて、今日はですね、このルカの連行の77回目として、ね、あった、この31節から43節をお見開きしてまいりました。で、31節から34節はですね、この受難予告ですね、つまり十字架にかかるということの3度目です。そして、35節から43節は盲人の方の癒しです。で、これはですね、一連の流れがあってね、この語っていることですが、で、この31節から少しお見しますが、さて、イエスは十二弟子をそばに呼んで、彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らに預けられ、恥ずかしめられ、椿をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。しかし弟子たちはこれらのことは何一つわからなかった。彼らにはこの言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。で、この受難予告、つまり私は十字架にかかって3日目によみがえるということをね、イエス様が語ることですが、で、この3回目にですね、この初めて、ね、出てくる言葉があります。異邦人に引き渡され、つまりこの異邦人に引き渡され、まあ、ローマのね、ポンテオピラトのもとに苦しむよけとね、書いてありますから、その異邦人の中でこの十字架にかかるわけですけども、逆に言うとね、これはね、異邦人におけるこの神の恵みが開かれることの予表だと私は思っています。つまりこのユダヤ人だけの救いではなくて、ね、全ての方の救いのためにこの
イエス様が十字架にかかるということをね、ここでこの語られ始められたということですが、そしてね、このここね、弟子たちが理解できなかったって書いてあるわけですね。どうして理解できなかったかというとですね、ですね、一つはね、ここでこのイエス様が語っていることですが、この32節に、人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らに預けられ、恥ずかしまれ唾きかけられますって言葉がありますが、つまりこの苦しみを受けるぞってことね、そして殺されるんだぞってことね、言った時に彼らは分からなかったわけですね。どうしてかというと、彼らはね、イエス様をキリストだと思ってるわけです。このルカのね、9章の20節、ずっと前の方ですけれども、9章の20節にですね、こうあるからです。ん？あ、すいません。20節じゃない。あ、これ、間違えた。マルコを開いていた。ですね。130ページですね。イエスは彼らに言われた。では、あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロは答えて言った。神のキリストです。ね、ペテロたち、弟子たちはイエス様をね、この救い主、キリストだと信じていたわけですね。ただ、彼らのね、意識の中で、どういうふうな意識か。使徒行伝を見ていただくとわかりますが、最初ね、この神の国を今こそ復活させてくださる。つまり、王としてのキリスト、支配者としてのキリスト、ね、これは再臨のイエス様がね、されることですけども、この罪のあがないのキリストということはね、理解できなかったわけです。なぜなら、自分たちはもうすでに選ばれている、ね、選ばれている、まあユダヤ人として選ばれているだけじゃなくて、私は全てを捨ててイエス様に従ってきた、だからもうすでに選ばれているんだというね、傲慢があったのかもしれません。で、その中でね、ここで彼らはね、私を十字架にかかって死ぬんだよ、そして3日目によみがえるんだよってことはね、理解できない。これは何を言い表すかね、神様に語られたことに関してね、私はね、理解できないことはね、時々ありますね。まあ、時々ってしばしばですね。このね、うちの奥さんに言わせるとですね、私がね、夫になるってことはね、理解できなかったってね、言ってましたね。どうしかというとね、その時ね、評判がね、良かったんですね。もう寝てて牧師になったとかね、いろいろ言われてたわけですね。で、その秋元牧師が言ってる、だからね、こんな人はね、主の十字架にいていい牧師ではないってね、本気で思ってた、ね、うちの奥さんだけじゃないですよね、長男もですね、妹たちもね、思っていたそうです。だからね、その長男はね、これはね、私が天国に帰るまでずっと言い続け、白馬でも言うと思いますけども、ね、そのうちのデボラにですね、お姉ちゃん、結婚しないでとね、何を言われるのか分かってるのか、もう言われてますよ。ね、だから大反対したわけですよ。反対しなかったのはね、唯一お父さんです。これも言い続けますけどね、だからね、理解できなかったわけですね。なお私に関して言うならば、ね、この復興ビルですね、移れ、ね、まあ、向こうから話がありましたけど、祈った時に移りなさいってね、神様が示すとは思わなかったですね。で、私の理解できないことはいろいろあるわけです。でもそれに従う時に、この神様の祝福を受けるということをね、私たちは何度も何度も見ています。この時も十字架のことを語られて、イエス様が3日目によみがえるということは彼らには理解できませんでしたけれども、その後に彼らは十字架の救いという、ね、祝福という恵みを受けるわけです。ですからね、私たちの、ね、理解できないことがね、それは神からではないと思わないように、特にね、ここね、覚えておいていただきたいと思います。そしてその後ですね、この35節から、イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがお通りなのだと知らせると、彼は大声でダビデのこのイエス様、
私を憐れんでくださいと言った。彼を黙らせようとして先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。で、このエリコですね、エルサレムのね、この近いそのエリコの町に近づいた時に盲人の方ですね、このそのことがね、このイエス様が来ると分かった時に大声でダビデの声を私を憐れんでください、このことをね、まず目と見てくださいね。イエス様私を助けてくださいとかね、じゃなくてイエス様ってね、大きな声で、つまりこのイエス様に届くように、まあ今ね、私たちはどんな大きな声で祈っても、小さな声で祈ってもイエス様聞いてくださってますけども、つまりこれは何かというと、熱心に熱心に求めたってことですよ、ね、熱心にこの求め、憐れんでください、つまり神様の助けをください、神様助けてくださいってことをね、祈るってことはこれ重要なことですね。今一瞬思い出しましたけども、かつてね、福岡にじゃなくて長崎に住んでた時ね、1ヶ月いっぺんね、長崎からね、木原牧師と一緒に福岡に行くんですけども、雨でね、走ってた時ですね、木原牧師の車ですね、タイヤがすり減ってたんですね。で、どうなったかというとね、スリップしたわけです。ハイドロプレーニング現象ですね。あの時はね、私も焦りましたね。つまりハンドルがね、こう軽くなっちゃうんです。そしてね、ずっとね、車が横向きに滑ってくるわけですよ。もうその瞬間ね、横でね、木原牧師さすがですね、イエス様とかね、お母さんじゃなかったです ね、私もシューと言いながらね、そしてね、どうなったかというと、くるーっと一回転して道の真ん中に止まったんですね。まあ後ろから車がなくてよかったですね。それで U ターンしてね、何事なくね、行ってね、次の週だったかな、その次車のね、タイヤを交換しましたけども、私たちのね、助けってね、どっから来るのか、ね、神から来る、神から来る、そこをね、信じてるかどうかをね、この盲人の方、また私たちもね、問われる時が来ると思っていますが、その中でね、ここで40節に、イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は主よ、目が見えるようになることですと言った。イエスは彼に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われた。ここね、重要なことがいくつかあります。私たちは、ね、よく祈ってますけれども、ね、助けてください、助けてください、助けてくださいってね、この祈る中で、このイエス様ね、私たちに逆に聞いてこられるところだね。何をしてほしいのか、何を求めているのか、ね、ですからね、その中でね、また祈る中においても、ね、具体的に言葉でね、ここで目が見えるようになることですとね、言うわけですよ。逆にイエス様はすでに分かっていると思いますよ。盲人の方で、ね、気が利く人だったらね、ですね、あ、目が見えないんだな、あ、助けを求めてるんだ、目が見えることだなって、ね、逆にね、なんでこんなこと聞くの、気の利かない人だなとかね、じゃないですよ。神様に祈るときにはしっかりとね、何をしてほしいのか具体的にね、求める必要があるわけです。言葉で、ある方ね、時々ね、意見だけで祈って言葉で祈らない人がいます。これはね、自分の霊を強めます。でもね、その意見もね、チェックする必要がありますね。どうしかというとね、力のある意見とね、力のない意見がありますから、ね、力のない意見をね、どんなに祈ってもね、祈りのね、恵みはね、すがりません。またね、逆のね、意見もあるんです。逆のね、霊的な意見もあるわけです。だからね、意見だけで祈るっていうのはね、私はね、勧めません。
だからね、祈祷会でね、言葉だばっかりでね、祈っています。かつて、ですね、今のトータルクリスチャンチャーチ、ハーベストチャーチかなのですね、蒼天祈祷ね、まだ大牟田に中心があった時ですね、お泊まりさせていただいて、蒼天出たらね、もう威厳だけだったんですね。もうだいたい1時間ぐらいかな、言葉で祈られるんです。みんな一人一人勝手にね、でそれがね、ドロンドロンドロンド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 ンってね、なんかちょっと違うなって感じしました。まあそれはね、あれですけども、でもその時ね、とね、一瞬思いましたね。このリバイバルが起きて多くの人々が救われてるっていう教会に行って、そこにね、祈りはね、もう勝手に一人一つ、まあ非難してるわけじゃないですよ。で私はね、この聖書的なことを見るときに、言葉で一人一人神さんに向かってまた交わって祈るということはね、この重要であろうなってことね、思うわけです。でもう一つは何かというと、このイエス様ね、目が治ることですと言ったときに、あなたの信仰があなたを治したのです。これはね、二つの意味があります。まず信じることを通して治ったということと、あなたの言っていることと信仰が一致してますよということをね、今回祈る中でね、私はね思った。秋元牧師が、スキー場で足を折った時ですね、新井先生がですね、すぐ病室に来て、神様に癒してもらいましょうってね、で祈り始めたわけですよ。ところが秋元牧師の心はですね、やった、これで2ヶ月休みだとかね思ってたそうですから、その時ね、癒されなかったわけですね。まあ、癒されなかったことにおいても、そのね、慈恵医大に入院して、ね、伏木さんと出会いとかね、そういうことがもあったわけですけども、でもね、その中心は、あ、やった、2ヶ月の休みだったね。で、心をね、新井先生がね、癒されるように熱心に乗ってるからね、自分でね、癒されるように、癒されるようにね、戻ろうと思ってね、戻れなかったって言って、つまり、求めてることと、ね、信じてることはね、別ですとね、それが現れない場合がある。時々ね、私も祈る中でね、感じることは、本当にこの人ね、このことを今祈ってほしいということを求めているのかな、信じているのかなということを、ね、感じることがあります。ですからその時はね、神様に探ってもらってください、ね、私が求めることと信じていることが一致してますか、ね、探ってもらってください。そして信じることができるように、信じていなかったらね、信じることができるようにって祈ればいいんです。信じることもね、神様の恵みですし、力ですから。ですからね、そこをね、見ておいていただきたいと思いますが、その時ね、43節に、彼らが立ちどころに見えるようになり、神がイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。ここに彼はね、イエス様についてきました。ちょっと前の話ですね、この金持ちの時に、この全てを売り払って私についてきなさいと言われました。彼はその富の上に、ね、ついていくことはできませんでした。で弟子たちにおいても、ね、私たちは全てを捨ててあなたに従っています。でもイエス様は、後のものが先となり、先のものが後、これは彼ら自身がその信仰において、ね、この高慢になったり高慢になったりするときについていくことが難しくなることを言っています。しかしこの時ね、その盲人の方はただ単純にイエス様に従ってきました。私たちにおいてもね、イエス様に従う祝福、イエス様の後について歩む祝福ってのがあるんですね。それは何か、イエス様の後について歩むものに表されるんです。さあね、そのことを覚えていただきたいと思います。お願いします。愛する天の地の神様、さらに私たちがあなたを愛し、あなたに従い、あなたのうちに歩むことができますように、助け導いてください。癒しの祈りの時を持ってまいりたいと思います。まず悔い改めの時をお持ちしてまいりましょう。お願いします。愛する天の地の神様、癒しを注ぎ、解放を注ぎ、霊を注ぎ、祝福してください。イエス・キリストの皆によって癒されよ、癒されよ、
癒されよ。イエス・キリストの御名によって解放されよ。解放されよ。ホーラスパラサンダ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 ラ。ホーラスパラサンダラ。この頭がこの何かこの違和感というか頭痛がある方がいますが、それが癒されていきます。また耳の調子が悪い方が癒されていきます。ホーラスパラサンダラサンダラサン。イエス・キリストの御名によって癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美してまいりましょう。聞こえ長くは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに、世々常しえに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。短く黙祷したいと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。